さん、こんにちは。市民共同のまちづくりをテーマに、さまざまな情報をお伝えするまちづくり通信の時間です。まずは公募提案型市民共同事業についてご紹介します。小杉まちづくり協議会提案の郷土の偉人藤井右門を切り口として、ふるさとの歴史にスポットを当てたまちづくりに取り組み、地域活性化につなげることを目的とした We Love 右門生誕300年の記念すべき年にの事業の一環として、明治維新の源流を作った男たちを将来に語り継ぐフォーラムが開催されます。フォーラムの日時は8月23日日曜日午前10時から、場所は救急薬品市民交流プラザ3階会議室となっています。第1部の基調講演、越中勤王家の系譜藤井右門を中心にと、第2部のパネルディスカッションの2部構成となっており、郷土の偉人藤井右門の功績などを取り上げます。入場は無料ですが、入場整理券が必要となります。整理券は三賀ひばりのコミュニティセンターおよび竹内玄三記念館で配布しています。お問い合わせは小杉まちづくり協議会 55-3288 へお願いします。次に射水市が実施しているまちづくり事業についてお知らせします。まずは射水まちづくりプラットフォームまちプラです。まちづくり活動の現場を体験する機会を提供し、まちづくりへの理解や関心を深めていただく射水まちづくりプラットフォームまちプラの第1回子どもの居場所見学&光るペットボトルとマスクを作ろうを8月1日に実施しました。当日は親子10組が参加し、 NPO 法人ハートピア21の活動について学んだ後、光るペットボトルとオリジナルマスク作りに挑戦しました。ハートピア21の講師の手ほどきを受けながら、参加者は真剣な表情で工作に取り組み、楽しみながら NPO の活動を体験しました。続いて射水まちづくりセミナーについてご紹介します。まちづくりに役立つ知識やスキルを実践的に学ぶ射水まちづくりセミナーの第1回オンライン・ズームで学ぼう伝える・伝わる広報のコツを8月2日に実施しました。株式会社ワールドリーデザイン代表取締役の明石葵氏を講師に迎え、オンライン会議ツール・ズームを使用して広報のコツについての講義とグループセッションを行いました。オンラインでも和気あいあいとした雰囲気でスライドを使った講義や意見発表などを行い、伝えたい人に伝えたい情報を伝えるポイントなどを学びました。なお現在、射水まちづくりプラットフォームまちプラ、射水まちづくりセミナー第2回の参加者をそれぞれ募集しています。まちプラ第2回、歴史道新港を知る&巡るは9月20日日曜日9時30分からクロスベイ新港で開催します。まちづくりセミナー第2回実りある打ち合わせにするためのコツは9月12日土曜日14時から救急薬品市民交流プラザで開催します。いずれも参加は無料です。まちづくりに興味のある方、まちづくり活動に携わっている方はぜひお気軽にご参加ください。まちプラ射水まちづくりセミナーについてのお申し込みお問い合わせは射水まちづくり大学同窓会 54-0526 へお願いします。まちづくり通信をお伝えしました。